今87%飛ばされてます。新曲歌いいです。本当？今コメント欄見てたらすごい STU を知らない方もめっちゃ見てくださってる。95%、96%、いった。よしよし。いいね。ね、広告で見たっていう方多い。眉毛太くないですよ。バツンだからね。太く見えそう。ツイッターもね、ツイートができない。特典ありがとうございます。わ、パンがいっぱい。ありがとう皆さん。そう、 CM 流れてるんですよ。こんばんは。かわいい背景。ラッサビのとこの「どうして何のための」とこが一番未知の声が聞き取りやすい。ほんと？嬉しい。見てください。これさ、リネタンが福ちゃんに誕生日プレゼントであげてたやつと同じやつをね、買っちゃったんですよ。買ってたんですよ。外装だけ同じだけでね、中身は違うんですけど。そう、今お話し会再販してます。ぜひ皆さん、ずっと憧れだったポール&ジョーのリップ、青みピンクチックな、こんな感じのお色味となっております。めっちゃ可愛いね。これめっちゃ可愛いけどさ、なんかね、もうちょっとハゲそうでね、悔しい。ハゲてる感じ。あ、マサさん、マサさん、お誕生日おめでとうございます。
れどう。ありがとうございます。似合う？葵ちゃんも似合うって言ってくれた。5月3日の50年当選しましたよ。もちろん行きます。ありがとう。本当に皆さんお待ちしております。おめでとう。そう、胴体が長い、めっちゃ可愛い。似てる。本当？私やっぱあれかな、猫顔ですかね。アラビアンナイトって踊りもあるんですか？キツネ顔？ありがとう、すごい。あら、めっちゃ欲しい。コンペイトみたいで可愛い。私生で見るショートの道はびっくりするほど断然可愛かったです。じゃろ、センキュー。運は自分では強いと思ったんじゃけどね。昨日もさ、貝取ったんですよ。あの貝ってね、あのもう準備しとったのに、うん、忘れとった。あげるの、ツイッター。うまっ。私は運で今まで生きてきたので。うちの歌とダンスが一番好きだなって昨日改めて思った。本当？運が強いと思うことは大事だし。イエイ、クロエス頑張れ。ありがとう。声でのみちのパフォーマンスあかん。表情もめっちゃ好き。ありがとう。運も実力、うん、そう思ってますよ。ガチャ運は来てほしい。ガチャ運はないですね。あると思ってたけど、なかったかも出なかったから。里芋ちゃんがね、運で生きてる道を見てたから、見てるから、最近僕も運がいいのかもしれません。え、でも結構ね、私はね、そういう星のも、ん？星、そういう星の持ち主だと自分で思ってます。私が関わったら、関わったらっていうか、運がいい持ち主だと思ってる。パンフェス、パンフェスもうこんなにポイントが集まってる、すごい。どうしてなんのダメ。ディン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 ドゥルドゥルドゥ、もしこの世界から国境が消えたら、争うことなんかなくなるのに。ララ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 
地にポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって、美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば、じゃじゃ、愛はやがて踏みにじられる。じゃん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 、もしこの世界から故郷が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上、なな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 、生まれた大地がどこであろうとも、日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く、誰のものか決められないだろう。笑顔も涙もじゃじゃ独り占めなんかできないよ。じゃん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 、もしこの世界から故郷が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ、数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。じゃんじゃんじゃん、ズン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 、もしこの世界から故郷が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上、もしこの世界から故郷が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。なな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 、しっかり振りバレしないかと思ったけど、なさそう。いや、ここで踊ってました。ショールームライバーさんに道好き多い。そうなんですか？本当に？見てくださってんのかな。 ST の CM 流れて家族に語ってきた。あ、レッティね、一人で歌ってみた、出してみたい。動画で。眉毛綺麗。見えない線ばかり勝手に引いたって。
知県民にも一度脅威。本当？みんな広島に連れてきて、5月3日に。こんばんは。うちのファーストテイク。そうやってみたい。どうしてなんのため。めっちゃね、レコーディングね、すごく気持ちを込めて歌ったんですよ。気持ちっていうか熱を込めて。そう、頼めば。そう、頼んでる。歌ってみたらやりたいですってずっと言ってますよ。TikTok にアカペラで出すのは難しい。わかんない。でもやろうかなって思います。もう ね、外国人だから無理。でも広島会社握手会は行きます。え、来れるんですか。すごい。なんか歌いたいな。本当本当、イエイ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 。クリスマス、バレンタインデー、誕生日、来週のブラスが響き渡る。愛したその人はあのバンドマン。うん、ちょっとずつね、あのセプトさんの内容が分かってきて、葵ちゃんがどんな役なんかっていうのがちょっと分かってきて、今日知ったんですけど、楽しみになりました。よ、さらに呼び捨てファンタジー聞きたい。呼び捨てファンタジーってあるんかな。歌ったことある私。ここで
そう、自分でやってる。うちも一回やったことあります。一回じゃないや、2、3回。見つけ、今日めっちゃみーちゃんぽ。ま、中に入ってるけんかな、髪が。ショートの道が気になりすぎるので3年ぶりくらいにイベント行こうか迷ってます。今来るしかない、髪は伸びるから。来て、待ってます。キャンディ、いや昨日ね全然寝れなくて、最近なんか寝れないんですよ。多分昼まで寝とるけん夜寝れんくて、それで、でもね、早く寝んと声出んのんよ、私。じゃけ声が出ん。土曜